はい、Jチャンネルです。今回もね、 YouTube 動画投稿のすすめということで第2弾限定公開から始めてみましょうというご提案ですね。限定公開っていうのは前にも紹介しましたけど、表には出なくて自分だけ見れると、まあ、正しくは URL を送った人にだけ見えるということなんで、ある程度ねこちらが決めてね、一般公開じゃなくて、まあ、自分が決めた人にだけ見せられるというシステムがあるんですね。これぜひね使ってほしいと思うんですよ。限定公開、これ無料でできますし非公開もできます。そんな感じであればね、気楽に YouTube でね動画投稿できると思うんですよね。なのでコメントが来てましたけどね、なるさんかな、男性か女性か分かりませんが、今年2月からギターを始め楽しくなってきて自分用にビデオ撮影してみてますと、今の目標は100曲弾けるようになったら YouTube に、上げてみようと企んでますと。この動画でおっしゃってることが自分の目標にドンピシャだったし、撮ってみて思ったこと、声とかねもう一致することが多く、モチベーションが上がりコメントしてみましたと。ということなんですけど、なるさん、これね、なるさんにぴったりですよ。100曲弾けるようになったら YouTube に上げるんじゃなくて、もうどん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 上げていって限定公開にして上げてみるんですよ。そして客観的に自分で YouTube を見てみるんですよ。だから YouTube から流れる自分の動画っていうのはね、まず体験してください。そうするとちょっと世界観も変わってくるかもしれないし、まあ限定公開でね他の人は見れないに関しても、やっぱり YouTube で流れる自分の動画が流れるということはね、非常にこうモチベーションになってくるんですよ。なので本当に100曲じゃなくても、できたらすぐ上げてみて公開じゃなくて限定公開にしてみて自分で見てみると、でなかなか良かったら公開にすればいいわけですよ。なのでこの何曲できたらなんていう考えじゃなくても、すぐに上げてください。限定公開おすすめします。その方がいいと思いますしね、まあどういう目的かどうか分かりませんけど、初心者の方もいろいろあると思いますけど、今ねちょっとこう、まあちょっと夢みたいなちょっと飛んだ話をしますと、まあ収入とかねありますけど、初心者でもね収入が得ることはできるんですよ。ただ条件がありますけどね、ちょっとそこらがクリアしないと難しいんですけど、やっぱりこう登録者1000というね壁があります。で何十時間再生というのがありますので、1000をクリアすればあとは収入にたどり着けますから、そこからまた難しいんですけど、今はね登録者1000あれば、あとは登録者数ではなくて再生時間なんですよ。再生回数が多ければ結局チャンネル登録は少なくても稼げるようなシステムになってるんですよ。まずは1000というね壁があるんですけど、それを超えてもらったらね、いいと思うんですよ。だからまあちょっとね初めてとかこれから始める人にかえってちょっと難しいね雲の上の存在かもしれませんけれど、まあ、そういったのを頭に入れておけば、やればねドカンと一発当たればね100とか1000とかねグッといきますよ。ただちょっと難しい状況ではありますけれど、まあ、そういった夢とかね目標があればちょっとモチベーションになるんじゃないかと思ってねやってみました。で皆さんね知らないかもしれませんけど、公開とか非公開とか限定公開はすぐできますので、別に出してる人の勝手ができるんですよ。なのでそこらのね機能をね使った方がいいと思いますね。だからよかったら公開にするし、ちょっと嫌だったらまたね非公開にするとか限定公開にするとか、そこらが自由にできますので、もうちょっとシステムをね詳しくね勉強してやれば十分ね、楽しめると思います。やっぱさっきも言ったようにね、自分の動画が YouTube の画面から流れてくるっていうのは非常にねモチベーションになりますので、ぜひね、チャレンジしてほしいと思いますね。でね YouTube というのはね何が起こるか分かんないんですよ。これがね面白いところでね、うまいからいいじゃなくて、うまくなくても熱意が伝わればね再生回数が上がるんですよ。でファンもつくんですよ。なので皆さんね、だから僕の失敗したことなんかもね全部ね教えてあげますので、質問があればね、ちょっと僕はねちょっと偉そうにしすぎたかもしれないですけど、しょうがないです。僕は僕のこの自分のね、ナチュラルな感じでやりたかったので、例えばイエーイとかやってももう続かないですからね。まあこんな感じでねやってますけど、まあ参考になればと思いますけどね。ということで今日のテーマはとにかく弾き語りができたんなら、とにかく限定公開で上げてみようというテーマでございます。練習でもいいですよ。練習動画でも限定公開にすれば一般公開しないので、この客観的に自分で見ることができますので、そこらはアップするときに限定公開というところにプチッとやれば自分だけで見れますので、
そこらもぜひね YouTube の機能をねぜひね使っていただければと思います。はい、今回 YouTube の動画投稿のね進めということで、まずは機能を使って限定公開から始めてみましょうね。考えてる方は今すぐアップして、自分の動画を YouTube で見てください。はい、ということでした。チャンネル登録よろしかったらコメントとかいろいろお待ちしてますのでよろしくお願いしたいと思います。ではまた次の動画を見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 J チャンネル J でした。ではまた。